白のファッションってもう5個しかなくて、うん、まあ4つやねいやいや3つやねでこれ普通に仲良いって書いてあるんですか。もともとそこでめちゃくちゃ仲良かった2人が仲悪くなってった2人の関係性が一気に崩れた、うん、ナンシーとシーとかねで一緒に死ぬ約束しとったらしい、うん、カルチャーサンドイッチカルチャーサンドイッチ慣れないねこれ恥ずかしい恥ずかしいよね、うん、毎回、まあ、慣れないけどねあまだ後半戦これ今大丈夫です後半戦後半戦ありがとうございます2本目よし、はい、じゃあよろしくお願いします。今回もまたシドビシャスをテーマにやってきます。シドビシャスのファッションの俊介の分析のどういうファッションをしてきたってことと、あともともとそこでめちゃくちゃ仲良かった2人が仲悪くなっていったっていうところと、あと78年に今までは78年をとかテーマにしたので、78年に向かっていく感じに今回はお送りできたらなと。今回はシドのファッションで、こういう風にシドのファッション、俺はもうその前回さマスト言ったように、シドがジョニーに影響を与えたっていうのは、与えました。俺はちょっとなんか信じがたいし、いやもうね、いやいや、それで、うん、そのまあシドっていうのは古典的で、ジョニーっていうのはそのなんていうかもうこう、うん、未来に向かってるファッションやな、うんうん、まあ、ピストルズの時はね、だから流行り物が好きだね、ミック派、ミックえジョニーがミックミック、あそうで、シドはキーソン、まあ、そうか、うん、そういう感覚は、まあ、勝手に俺が、いやだけどジョニーは知的、うん、で、うん、シドは野生的なイメージで、うん、あーそれはそうだね、うん、今回その野生的なファッションを、うんうん、シドのファッションってもう5個しかなくて、うん、まあ4つやねいやいや3つやねでこれ普通に堕胎って書いてあるんですかいやこれもだけファッションだよ。まあ確かに、うん、まあ言ったら白のファッションはもう3つしかない。3つがいいね。もうだそうだ、言ったじゃん、自分のスタイルを作りたかったから、うん、できるだけ同じもので生きたかったっていうのがもうそこに出てきてるんですよ、ね、計算でやってんのかただバカなのかって計算です、完全に計算ですだってもともとデビッド・ボーイでカラフルにして髪の毛をブワーってやってた人が真っ黒だ。これって本当ファッションデザイナーでもあるんだけど、うん、あのシャネルのデザイナーのラガフェルドって人がいるんだけど、そういう人も毎回同じ、トム・フォードっていう人もそうなんだけど、ファッションを極めた人たちって最終的に黒一色とか、黒のジャケット上下に白に行く。だからシドは本当デザイナーのそういう気質がある。黒破る裸着ないんだよ、着ないってもう究極ですよ、もう、もう人間のファッションの究極着ない。そうね、だけどこの、まあ、ファッションのシドのその時系列でいくと、まずはやっぱシングルのライダースを、そうですね、でもシングルのライダースってなかなかそのアーティストっていうかミュージシャンで、ね、あんまりいないよね、ないよね、うん、で特にさルイス・レザーでさシングル着てる人ってさ、うん、とか6人本当にいないよね、うん、そうだけど、このシングルライダースを行きましたと、でそこで1個そのなんか、いろいろドミネーターだねこれね、そうルイス・レザーのドミネーターかっていう人もいれば、ハイウェイマンっていう、あ俺それ初耳です、これもう分からんのよね、もう裏地も全部はけてしまっとって、あなるほどね、うん、もう分からんのやけど、どっちなんだいっていう話なんやけど、俺はもうこっちであってほしい、ハイウェイマンっていう、俺完全ドミネーターだと思って、ルイス・レザー来てほしくない、今となってはね、あまあまあ昔は多分これ400ドルぐらいだったらしいけど、うん、あそうなんだ、うん、へえ、やっぱこうアンダーやってほしいというところで、こっちをちょっと俺は推してますと。いいですね、うん、はい、で次にこのダブルのライダース、これはあの人、ギターのあの人スティーブ・ジョンズがから受け継いだダブルのライダース、あそうなんだ、うん、へえ、でこれはあのペニーズ、うん、まあ俺調べやけどね、うんうん、まああの 50s とか 60s の、うん、モデルのツースターズっていう、あの肩に、うん、ワンショットのほら、うんうん、ワンスターってある、うんうん、あれツースターズっていうのがあって、そのショットじゃなくてね、うん、そのツースターズっていうモデルを愛用していましたと、うんうん、なるほど、で、うん、ナンバー3、はい、これは肩オフ得意のスタイルね、うん、T シャツを着るね、着る、もうこれはもうそういう17歳からやってるんですね、うんうん、シドがね袖を短くする、あれなかなかね、うん、難しいんだよね、うんうん、
あのムチムチになるけん。あ、まあね、あの人のスタイルがね、そうそうそうあるからね、体のね、うんうん、でナンバー4、うん、まあここまでがあのシドのあのファッション、またこうやつね、こうやつね、そうそうそう、ね、こういうこういうやつね、あのやつね、うんうん、がもうあのシドはもう裸がもうここまで来たらね、うん、これに始まってこれに始まってこれに、うん、もう着ない、まあ、もう着ないってもう裸がもうファッションだっつってでもさ多分これ、うん、ライブアートってことだよね。え、ライブアートって普段裸で歩いてたわけじゃないでしょ。いやいやいや、普段ももう本当あのライダースの下は裸とか。ああ、そう、あ、それはあったね、大体裸。ああそうね。でもあいつね、うん、あのロンドンで年中あれやったやん、2年ぐらいこれやったやん、うんうん、まあまあまあそういう寒くねえかな。確かにロンドン寒いよね。めちゃくちゃ寒いと思うけど、うん、いやいや、ファッションは我慢ってよく言うからね。そうだけど、それを貫いとったよね。ああかっこいい、ね、でも裸でもう体に傷を入れるね、うんうんうん、あれがもうこういうバッチみたいなもんだよね、うんうん、傷でこう飾るみたいな、うんうん、ここに来て最後はもうあの、うん、この辺が変わってったよね。色も使ってくるようになったもんね。色、色、例えば赤い T シャツ、鍵重の T シャツ着たりとか、いろんなちょっとファッションが少しく、この黒の時代からこのマイウェイから、まあ、まあ多分ここら辺って要はピストルズ解散してからちょっと変わってったよね。あ、そうね、うん、それもなんかあるのかも ね、やっぱ、うん、心境の変化がね、うん、確かこの時、うん、まあこれもう余談なんやけど、うん、そのドラッグが欲しくて、うん、もう胸に、うん、アメリカツアー中ね、そう、アメリカツアー中に傷でドラッグよこせって、そう、一発くれよっていうのを、うん、あのナイフで掘って、うん、でお客さんから、うん、あのそう、うん、投げ込んでもらうっていう、それはまあ有名な話なんでしょうけど、うんうんうん、あれね、確かね、あのスカ、あ、アメリカから、うん、スカムやったかな、へー、これなんかあのクズとかそういう意味だと思うので、これも T シャツに多分オマージュしてる人もおるぐらいの、まあまあ、で最後はもうね、一回だけやけど、まあでもこれ結構印象強いよね。いや、すごいね。まあまあちょっとこれ一瞬このぐらいに隠せますけど、これですよね。そう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 、このジャケットですよね。これはね、なんじゃこれやって、普通さこうあって肩幅があってこれがあって身幅があってっていうジャケットやけど、もうほんとロボットみたいなね、でもめちゃくちゃかっこいい、着こなしてたもんね。そうなんよ、これスタイル良くないと絶対着れないやつだよね。それがシドが来たらこうなるんやな。めちゃくちゃかっこいいよね。あれなんやろね、あのボコンってこうしたジャケットをさ、でもなんかちょっとルパン三世感あるよね、俺の中のイメージが。なんか俺が好きな、なんかちょっと上大きく下細めで足でかいみたいなさね、これといえばもうさっき言った、うん、衣装もそうです、うん、迷う歌ってもうこれ絶対 まず見るべきなんだけどね、 PV もね、フランク・シアトラっていう、そう、おっさんが歌ってる、そうそうそう、あの曲を、うん、でシドがそう、うん、でほとんどあの詩とかも一緒だけど、ちょっとスラングをちょっと入れたりとかさ、うん、またあの、うん、キャーッツみたいなとかさ、あの踊ってるさ、ね、なんか予言のようなね。そうだから、もしかしたら本当にこの人が、うん、自分の人生を、うん、その恋人とセックスピストルズと、うん、言わないね、言わないよを予言してるかのような歌詞にして、それを歌い上げとうけどね、うん、でこれを選んだ人が多分相当すごい、うん、でもマルコムで会ってほしいけどね。いや、この自分で しとうと思うよ、多分。そうかな、ピーンときとる、ピーンときとる。そうかな、うん、一回これがちょっと終わらせますね。あ、そうそうやな、そうやな。いわゆるそう、ね、シドシングスじゃなくて、うん、シドファッションズはここで完結します、うん、はい、番外編で、うん、その、まあ、ジャケットもあるし、うんうん、コートもあるし、うん、アナーキーシャツこれ2枚だけ着てます。うーん、イメージないね。ないやろ、うん、あ、その古典的なのに、うん、やっぱちょっとこうマルコムにちょっと言ったかな、うん、みたいな、うん、まあ、マルコムが圧かかってたからね、うん、そうですね。まあ、パンクって言葉がその当時使われたか正直知らないけど、パンクロックっていう、パンクロッカーがね、うん、よくちょこちょこ出てくる、うん、パンクロッカーのファッションを作ったのは多分、うん、ラモンズからスタートしてたりとかいろいろあるけど、うん、絶対シドビシャスだと思うんだよね。そうね、うん、世に出したのはシドだね。シドは絶対そうだと思う。だからラモンズとは全然違うもん、ね、今の、うん、標準語になった。ずっとなってるじゃん、つられてるじゃん。世に出したのはシドやね。シドやな、シドやね、うんうん、で、まあ、とりあえずファッションはシドファッション、そういう感じで、うんうん、で、とりあえず、まあ、前編でお話したシドとあのジョニー・ロットって、まあ、めちゃくちゃ親友だった、うんうん、でもその後に、まあ、
まあ、ジョニーが、まあ、セックスピストルズに入っちゃいました、うん、でそれによってジョン違いだね。そう、うん、やっぱめちゃくちゃ悔しかったわけだったのその時って。だって俺があそこ紹介したし、俺が行ってたら俺がボーカルだったのにってすごくショックだった、うんうん、でもジョニーロットのファーストステージ見に行って、うん、帰ってきてあのアンちゃんにめちゃくちゃ良かったよっつってんの。アンちゃんはお母さん、お母さんね、お母さん、お母さん、アンちゃんね、お母さんだけど、うん、言ってるぐらいもう大興奮して帰ってきて、うん、でもそれぐらいもうすごくいいやつで、でそんだけ仲良くてやっぱジョニーロットのこと大好きだったのね。でもその後にまあどんどんまあ行って、うん、まあ前回のあれを見てもらうのはベースが変わって、まあ、やっぱり指導はすごくカリスマ性もあったし、ずっとまあ追っかけみたいな感じだったんだけど、うんうん、指導がピストルズに入って、でどんどんピストルズがふわーっていってる時にアメリカツアーが起こるんだよね、うんうんうん、でその中で2人の関係性が一気に崩れていくんだよね。それは、うん、悲しいんだけど、でも分かんないけど俺が思う感じだと、うん、おそらくまずねシドがもうその時はもうナンシーともう付き合ってたりちょっとお金持ち？もうこれレジ金でこれ怒られないから。レジ金。そう。で、うん、もう来なかったの、あの彼女が、例の彼女が。ああ例のね。でなおかつやっぱアメリカツアーを回るから、あのドラッグ禁止だったのね。そのために軍人をつけてるの。うんうん、あのセキュリティとか、セキュリティというよりも身の回りの世話、そう世話役としてドラッグっていうのも、うん、ドラッグをやらせないための、うん、だからもうすごく圧で熱、うん、なおかつ指導とかもバカだから、そいつがどんだけ強いのかって言ってうわーって言ってボコボコされたりとか何回もされてるぐらいのもうそんなめちゃくちゃすごいマッチョなやつが来てて、うん、そういってそこでまず指導もうストレスとドラッグが、うん、できないできないっていうのと、あとはでそういうのがまず彼女がいない、彼女がいなかったりっていうのもあって、うん、でなおかつマルコムとか他のメンバーは、うん、ある程度でマルコム派だったからさ、もともとあのねそのマルコムの友達とかの関係性だったからずるいから、で車で移動してたのバンみたいなので、で あのバスでしょ、うん、あの、うん、T シャツになっとるバスで、あ多分そう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 アメリカの、そうそう、うん、でツアーしてるからもうきついわけよ、うん、で、うん、マルコムとかもうすぐ寝を開けて、うん、バンのメンバーも飛行機で移動してるの。その中で残されたのがジョニーとシドと、うん、そのマッチョ、あもうそういう関係してる。もうその中でてシドはもうこうなっててもうジョニーはイラついてるわけよもう、でなおかつそのツアー中のお金もマルコムが握っててちゃんとしたギャラはあんま入ってこなかった。でもうその中でも苛立ちの中で思いのほか半々だった、うん、2曲だったらしいのね、うん、もう楽しみにしてたやつは、うん、あもうむちゃくちゃだから面白いっていうやつと、うん、さっき言ったようにこうやって切り刻んでとかして面白いと思うやつと、うん、なんだこいつらの演奏っていう、うん、でジョニーもどんどんそれでこのツアーとか立ちたくないみたいになってて、うん、で最後の本当に78年のツアー最後の時にもうやってらんないみたいな感じになって、うん、ああ裏切られたみたいなさ有名 なあれ、うん、ツアーの途中でからもうやめるっつったよね、うん、じゃあもうだからもう本当にその状況が耐えられなかったんだよ、うん、東行ったり西行ったりとかずっとしながら、そうよ、で最終的にそのなんかね、うん、最終公演で、うん、騙された気分はそう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 、うん、そうで名言が終わったっていう、ね、でそこでも最後の曲はね、うん、イギーポップの No Fun、 ああそうなんだ、うん、へえ、はい、まあそこいいね、いいよね、てきたね、ノーファン、そう、あそしてそこで俺つながるんだけど、うん、でもシドは本当にイギーポップ、あでもみんな多分その当時ってやっぱイギーポップやっぱねパンク の、うん、あのゴッドファーザーって言われるから多分そうだったけど、うん、まあちょっとこう俺すごく言葉の中ですごい良かったのは、もともとデビッドボーイが好きだったわけじゃん、シドビシャスが、うん、でデビッドボーイのように華々しく、うん、であと、うん、ザ・フーの、うん、あのキースムーン、キースムーン、うん、キースムーンのようにバカやって、うん、で、キース・リチャーズのようにぶっ飛んで、うんうん、で最後はイギー・ポップと司祭アンジュチョで横になりたいって言ってる、ね、だからやっぱりイギー・ポップに対してはすごくそのパンクシーンが多分そういうのがあったんだろうね。シドが、うん、まあちょっと死んだとこ、うん、とかっていうとね、うん、あれだけど、うん、あれバッテンクさ、うん、出すよね毎回、それで伝説になって、うん、2人ともやっぱ短命やけど、うん、自分らのもう目標をもうマックス果たしてさ、うん、もうここでね天国行っとうわけやけ、うん、でもなんか本当、うん、なんか2人が幸せ、うん、本当にでも
じゃないとね、切ないし救われないんだよ。そうそう、本当ね、もう。そうね。でも俺さ、うん、本当さ、さっき篠之助と打ち合わせたとか言ったんだけど、俺ポケットに入ってるって知らなかったんだよね、あの衣装が。で、衣装が、うん、俺たちは死の協定があったと、うん、ナンシーとシドがね、うんうん、で一緒に死ぬ約束しとったらしい、うん、先に死んでしまったっけ、うん、こっちも約束を守らなきゃいけないと、うんうん、今から行けば、うん、まだナンシーにナンシーにたどり着けるかもしれないと、シドが、うん、お願いだ、うん、死んだらあいつの隣に埋めてくれと、うんうん、まあそういう有名な、ね、埋めてくれち、うんうん、くれてくれち、で俺のレザージャケットと、うん、ジーンズと、うん、モーターブーツを、うん、とともに、うん、グッバイって。ちっていう風に最後、シド、うん、の衣装が、衣装っていうか、うん、まあ、衣装として書いたわけじゃなくて、うん、そのそうだよね、多分きっとそうだろうね、殴り書き、うんうん、なんかそういうなんか、うん、ナンシーに対する思いとかをいろいろ書いてから、いろいろなんか、うん、手紙書くこうと思ったんだろうね。手紙を書いとんよね、いつも、うん、それの一部で、ね、それが衣装になってしまったっていう、うん、まあ最終的にはね、うん、その一緒に墓に入ることは許されなかったんやけど、うん、あっちの家族からね、無理、ナンシー側でしょ、そうそう、ナンシー側から無理って言われて、無理って言われて、うん、それはもうあの、うん、遺灰、うん、を持って、うん、そのナンシーのとこに行って、友達が、うん、で、あの上にバラバラとしてくれたらしいんだけど、そのシドビシャスっていう人は、うん、もう本当ね、あの人が好きやなと思って、いや俺も本当、うん、シドとナンシーがセットで、やっぱもう絶対セットだもんね、大好きだね、ナンシーとシドに乾杯しよう、ナンシーとシドに乾杯乾杯